はようございます。2日目でございます。2日目の朝、今日も一日頑張るぞい。おはようございます。これセット、よいしょ。いやいや寒いね。2日目です。2日目は何をするかというと、パテ打ってるんですけど、これを、ペーパー当てて、まあ、ちょっとこう慣らしていくという作業やっていくぞい。スーパー薬局、粉がすごいからね、焼き火とかないと真っ白なんだ。さあ、はい、記念終わり。もうね、ビフォーアフターが全くわからんな。もう記念したからって何なのみたいなね。しょうがないから、マコシャンビアにちょっと見てみましょうかね。マコシャンビアですよ、これが。今、石田終わって、これを養生して、パテをしてる感じきゃ。そうきゃ、そうきゃ、うるしい。あ、これもね、これ恋は嫌がらせ。シーラっていうのはね、なんかそれは接着剤みたいなもんだな。白いやつ、白いやつを塗っていくぞ。よし、これ本当は基本のね、コーキングをしたいんだけど、その前にシーラーで固めておきたいなというのが私の作戦になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。お茶もらいました。すいません、本当に。こんな感じでね、はい、さーっと塗っていきます。こうね、際から塗っていくっていうね、まあ、誰でも知ってるから。結構吸い込むな、やっぱタイガーパティだから。ローラーでこんな感じで回していくよ。はい、敵襲来と思ってたんだよな。やべえよ。お、あそこに止まったタクシー怪しいなって。怪しいなと思ったんだよね、実は。すごいだろ、なんか怪しいなって。おかしいぞ、ここにいたんだね、松田ジュリエット。おっとっと、もう茶番が始まってるかい。このカルビア様が来てあげたよ。ちょっと待って、仕事の具合はどうだい。ケーキに働きだ。なんで、ちょっと待って。その茶番。いや、このためにカルビア様を仕入れてきたわけよ。もうそれを取られてるっていうね。すごいな。来てあげたよ。あ、はい、どうもありがとうございます。ケーキに働きだ。いや、働きますって。カルミナさんは働いてるじゃないですか。大丈夫、ここのスタッフさんたちにはちゃんと差し入れを入れてきてあげたよ。ありがとうございます。すいませんね、気の利いてます。怪しいからな。怪しい、何が。人形を持ってカメラを持って、なんかパソコンとかいっぱい持った怪しい人が来たからな。お前だよ。お前だよ。はい、ということで来ましたよ。はい、ありがとうございます。ところでお前は何をしているんだい。今日ですか。今日、今ですね、これ CR って言って、あの塗料の接着剤みたいなやつ、これを塗ることによって、あの塗料がね、食いつきやすいと。塗料の接着剤。うちのじいちゃんがいきなり水性か油性か混ぜて塗ってたけど、やっぱあれはおかしいことだったのね。やめとけよ。剥げたもんね。おじいちゃんは止めないか。おじいちゃん、言うても聞かんのよ。まあね、昔の人はね、そうそう、あの、ナンバー買うてきたか忘れた、ニトル剣こいやろみたいなね。あ、そうそう、ニトル剣だいたい白は似てるんだよ。そうだね、そうだね、ありがとう。差し入れだよ。はい、ありがとうございます。今年食べるべき佐世保みかんはこれ。名前もそのまま佐世保みかんだ。知らないし、佐世保みかんってあんの。再開みかんとかじゃないこれがね、す
ごい話なんだよ。おうおう、なんかあれ、これ中の人も一緒に映ってない？映ってる映ってる。間抜けじゃない？大丈夫ですね。ま、間抜けな感じがこのオタクボックスのところ。そうそうね。間が抜けてる。茶番だからね。茶番、そう。この前もね。逆光なんだから。え、ちょっとライト白くバンバン当てておくれ。そんな、あ、いいね。あ、いいね。こう、はい。遡ること3日前、多分月曜、Q さんと一緒に大宮市場に行ったんだよ。その時私はショート動画を撮って、今年買うべき佐世保みかんの話をしてるんだよ。見た、見ましたよ、はい。それがこれだ。ああ、そうなの。以上。ありがとうございます。邪魔にならないように置いておこうかね。せっかくなので食べてみましょうか。あ、ぜひぜひ。せっかくなので。ここだよ。あ、本当だ。ほら見て、かわいい感じ。佐世保みかん。佐世保みかんっていう、ね、品種だな。これはブランドで高級すぎるので名前を出してはいけないので、とりあえず佐世保みかんという名称にして、規格外、要は贈答品にならない規格外のもの。味は一緒だけど小ぶりとか、ちょっと傷が。そういったものを佐世保みかんとして売ってるんだね。へー、今年は豊作でね、原口みかんを上回る美味しいみかんがこの佐世保みかんなんです。熱いね、みかん話。何でも話広げるからね。任せておきな。その茶碗いるかな。だね。誰まこちゃん食べるかな。みかん食べるんだよ。おすごい息がいい。いただきます。どうなってる、こっちも撮ってこっちも撮ってどうなってんのよっていうね。それどうすんのそれ。この動画。そうそう、いや、これはちょっと大丈夫。実はね、タクシーの中からこれで撮ってきたよ。すげえ。謎の高笑い。ついでに言うと入り口でこれでモヤモヤ喋ってきたからちょっと恥ずかしくて小声になっちまったよ。かっこ悪いぜ。お姉さん。そうね、思い切りよくしないとね。うん、おい、俺もここなんだけどね、朝はね。わかるわかる、あのなんかね、近所の人に響いたらどうしようみたいなね、周りのね。うん、ミッフィーカメラマンのひろきさんが、あのマスクで作業してるとこ見て、コスプレじゃなかったんだというコメントがね。コスプレに近いんだけどな。コスプレに近いんだけど、多分コスプレ目的ではないんだよね。そうだね。だから適当に答えといてあげたよ、私がね。ありがとうございます。多分遠からずだよ。遠からずだよ。遠からず。甘さと酸味バランスいい、ね。これはね、コクがある甘さっていうね。うんうん、これはね、本当ね、オフレコでもう銘柄を教えてあげる。なので、これは今年買うときは佐世保みかん。佐世保みかんですよ。覚えたかい？覚えないとカルミラが格闘技どころかただの足毛にするっていう罰をしに行くよ。まあある人にはご褒美っていう。カルミラひどいじゃん。あの一応ウルトラ関係族なんだけど格闘技じゃないんだよな。ただの折檻なんだよな。そう、ただの暴力なんだよ。そうそう、足毛足毛足毛みたいな。無知。仲間にまで牙向くからね。そうそう、仲が悪いのは基本だよ。いいよ、あの何ずーっと働くだけの動画をさ、昨日さ、撮ってさ、編集じゃん、ね、編集してさ、パッて出したじゃん、つまらない。ブーケ映しただけの階段動画、うん、700回超えてるぞ。あ、すごいね。ありがとうございます。いや、本当にね、助かります。いや、これ撮れなくは、これとこれでできたからね。そうそうそう、撮れなくはないから、俺が作業してるだけじゃん。あの、本当にさ、早送りしてさ、工程を見せるだけよ。あの、業者さんのビデオだよね。そう、ハウトゥーみたいな。しかも1日できるもんね、パテ打つぐらいだけさ、まあ早いのね。早送りしてもらったら内容ない、ほぼない。でも乾かないと次ができないからね。まあそうなんですよ、そうなんです。だから昨日はね、もう本当に実際にはね、あの3分から4分だけどさ、1日かかってるから、ね、いや、めちゃくちゃ早回ししてたの分かった。途中で飛んだしでボスってね。そうやろ。もう、はい、こちらができたみたいな。そう、そう、3分クッキング状態。そうそうそう、はい、こちらができた、こちらがですねみたいな。遊郭とリフォームにみんな食いつくね。そう、あのキーワードはすごいよ。そうやろ、そうだね、みんな大好きなんだよ、遊郭とリフォームが。いや、そこはどうかな。いや、でも遊郭は今さ、ほら、で、あれ、うっかり鬼滅を調べてて、うっかり引っかかったってやつだね。そうそうそう、かかったねっていう。かかったね、あんた。俺の罠に、俺たちの罠に引っかかったなと思って作業してるぜって。そうそうそう。でもそういう人たちもさ、こうね、来てね。そう、その当時のその。それいい話じゃないか。それ今撮るっていうね、いい話だ。そう、いい話ですか、カルミラさんは。はい、
遊郭はね、はい、おそらくさっきジュリエタ氏が言ったようにそう鬼滅ブームによりね、そう検索ワードに引っかかりやすい、もしここにね若い人がだよ、佐世保に遊郭の跡があると知ったら来ちゃうんじゃないかい、そうだね、お店のためになるんじゃないかい、あー、まほろばさんも、ね、大助かりですよ、そうだね、地域貢献だね、ほんとだねカメラ目線で言うよ、地域貢献だね、2回言うぼやけるライト当てな、いやいやライトは自分でやってください自然光でお願いします、いやでもさ、でもよ、これはショートであげる、でもよ、でも確かにそうだ、こうやって実際の建物だよ、うん、だからもう需要あるんじゃない、そういうね、そのいやあるよそういうね、好きな人たちもさ、うんうん、で今嬉しいのブーゲンビリアの花畑、はい、あそこまでコスプレの人にバンバン貸すことにしてるからね、方向転換して人が来ないから来ないからこそ貸し切りで写真撮影してくださいみたいな、ちゃんと変化だよね、やっぱね、撮れてるよ、ちゃんと撮れてないよしピコピコなってるやっぱりさ、長い明治時代っていうのがさ、この、ね、一層になるわけやけどさ、俺たちのそうね、そうだよ、あの、地脈違う、地層と一緒だよ、そう、地層の一層になるわけやけどさ、うんうん、まあね、光栄ですよね、いや、本当にで仕事してる人がいるけどね、うん、腕は確かだから大丈夫、ありがとうございますそれもうすいません、カルミラが抜けないんすけど、もうなんだろう、このピッタリフィット感はみたいな抜けよ高笑い増えるみたいなガハハってはい、じゃあね、差し入れ持ってきてくれたファンファン帰ります、じゃあね、カルミラ様だよ、カルミラ様、お疲れ様でした、どうもお疲れ様です、来てやったよ、じゃあね、松田ジュリエッタ達者でな、声でけえな汚くてびっくりするよもう